靴をチェンジしたいと思います。これでスコア良くなるでしょう。あーグリーンコーデです。お子宮に体重がかかりやすいのかなと。おお、ちょっと待ってくれ。服をチェンジしました。この DNA にも合うグリーンコーデです。今日ではなんかシンプルなんで、割とどのねこの靴はウェアにも合うかなと思います。ちょっと全体的に白っぽくまとめてみました。ではもう一足お楽しみにしててください。ご飯もお願いします。お願いします。やってます。行きました。ナイス。ありがとうございます。泥は諦めてヘルできたいと思います。お願いします。お願いします。止まって。あ、止まりましたね。カートミッチのちょい手前ぐらいですかね。はい、ドローを諦めた。もう逆に行くんですよね。ありがとうございます。DNA 入ってて感じたのは、はい、やっぱりこう全体的につま先っていうか親指、お子宮に体重が。かかりやすいのかなと思いました。なんだろう、やっぱりこのこうグリーンを歩いた時に一番感じるんですよね。グリーンにある時につま先が浮いてる感じがすごくて、でもフェアウェイに立つとその母子球にグッて乗りやすい。なんかその結構本当に両方で好きな人は分かれる気がします。そうですよね、うん、好きですか。私はもうどっちも結構なんですけど、この中の感じのこの指が広がる感じはあんま慣れてないんで、はい、あそれは新感覚かもしれないですね。ですね、中が広いみたいな、踏ん張れちゃうぞ。そう、踏ん張れちゃうぞみたいな。もともとこういう動きをしなかったんで、はい、新感覚でいいなと思って。なんかどっちも結構好きです。あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。いい感じです。行きましょう。ゆっくり。あ、後ろ感じて。あ、いいコンフォートより前に体重が乗りやすい。一番はそれが違う気がする。レタスと、おお、ちゃんと打てたぞ。おお、ちょっと待ってくれ。タイム、あ、戻ってきた。あ、戻ってきた。お、戻ってない。行ってみましょう。あー、あー、もっと来い。もっと来て、もっと来て、もっと来て。完了。
切れた。合わせて。止まれ。行っちゃいましたね。大丈夫だと思いますでも。手前。止まりました。止まりました？はい。バッチリです。ありがとうございます。来た。あ、来た。ナイス。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。